別所マスエは、20世紀前半に活動した、日本の女優である。別所ますえ、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 別所マスコと表記に、揺れがある。尾上梅暁の名で関西歌舞伎の女役者から、スタートし、尾上松之助と共に、初期の映画に出演。日本で、初めて劇映画に出演した女優の一人として知られる。青年不詳、記事も不詳である。 尾の梅暁の名で急激の女役者として舞台出演をしていたが、1909年、京都で映画制作を始めていた横田商会が制作、牧野正造が監督して、同年3月1日に公開された菅原伝授手習い館への出演が記録に残る最初の映画出演である。続いて同年、足立ヶ原三段目袖おはぎ左門の場に主演をしているが、同作には、 マキノの長女、マキノ富江も出演しており、この映画には、私の娘と、都合二人の女役者が出たわけだと、マキノは後に改装している。マキノが見出した、小野松之助が初めて映画に出演した作品として、知られる、五番中心源氏石杖では、松之助の中心、片岡一太郎の吉爪に対し、小車を演じた。横田紹介は、 1912年9月10日に合併して日活を形成する一社であるが、横田商会の制作体制を引き継ぐ、日活関西撮影所が制作した、鬼丸花太郎に出演、同作は1917年10月7日に公開され、日活の老女優に返り咲いた。以降、急激の女役者から女優に転校するが、同作以外の出演歴が不明である。 1923年6月1日、牧野正像が日活から独立し、牧野映画製作所及び当事院撮影所を設立すると、これに入社して別所マスへと改名して、母親役、老婆役を多く務める。同社は、1924年7月、東亜キネマに吸収合併されるが、引き続き当事院撮影所に所属。その後の1925年6月、 マキノが同社を離れて新たに、マキノプロダクション及びオムロ撮影所を設立した後は、しばらくして、これに参加している。記録に残る遺跡補最初の作品は、1927年1月14日に公開された牧野、マキノがマキノ作りの名で総監督を務めた、喧嘩外表へ出会った。1929年7月25日には、マキノ正が亡くなり、 同年9月に、牧野正弘を核とした、新体制が発表になると、別所は、牧野智子、松浦月江、岡島松屋子、大林梅子、桜木梅子、幾野初子、川上君江、美穂松子、泉清子、菅静子、住野江達子らと共に、俳優部女優に名を連ねた。その後、新体制下の牧野プロダクションは、財政が悪化し、 1930年11月14日に公開された新宗教科伝を最後に退社以降の映画の出演歴は見当たらない以降の消息も伝えられておらず没年不詳ケアイトリと天明化砲弾の公開を予告する当時のチラシ右側の天明化砲弾に別所の名が確認できる怪談狐とたぬき出演時右の中心人物は泉清子 クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは特に1940年代以前の作品についてはほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは併記した。 特筆以外すべて制作、配給は、横田紹介、すべてサイレント映画、すべて、尾上え売業名義である。制作は、牧野映画製作所当時印撮影所あるいは、東亜キネマ当時印撮影所、配給は、牧野映画製作所あるいは、東亜キネマ、すべてサイレント映画、特筆以外すべて、別所マスエ名義である。特筆以外すべて制作は、 キノプロダクションご出撮影書、配給は、キノプロダクション、すべてサイレント映画、特筆以外すべて別所マスエ名義である。ありがとうございます。